みたいな感じだったんで、そうだそうだそうだ、そうだ、歌詞を変えて、いやなんかね、いやあの時のもう本当になんていうんですかね、2期生のお客さんからもう受けてるアウェー感が異常だったんですよ、あれ。そうなんですよ、ね、だから1期生からもそのなんでここの時期にこう入ってくるんだっていうのと、あとお客さんもここまで応援してるのなんだお前らっていう感じの、ね、すごいよね、一番怖かった、まあ、ほら3期生になるとまださ、そうなんです、2期生っていう前例があるからその後あってもあれだけど、2期生はいきなりの2期生だったからね。あれはね、最初の握手会すごい覚えてます。だから握手会をした時に握手してもらえなかった、うん、うわー超すごい、そんなことあったんだ、泣いた泣いた、ありました、ね、こっちは募集かけてね、うん、あ募集かけてたから、うん、こっちは履歴書書いて送って、うん、そうだな確かにね、確かに、確かに、確かに、いや入ってみたらダメだったのみたいな、無理やり入ったわけじゃないもんね、そうだな、あと履歴書書いてってやったの、ね、え入れてくれたから入ったんだもんねダメだったのっていう感じ、確かにあの時のそこをそうだ、一番そこ切り開いたのは2期生だから、えだから正直なんかアイドル同士って仲いいのとか話すじゃないですか、うん、心の中でいや良くはないですよねってぶっちゃけ、うん、思ってたよね、だって思いました、正直そうだったよね、いやで2期生の気持ちも分かるんですよ、そうなんですよ、ね、それはそうなんですよね、そうそうそう、入ると思ってなかったから そこの葛藤もまたあるんですよね、だから自分が1期生でも多分そうなってたと思うんですけど、菊池さん1期生だったらもっと当たりきつかったのに喋らせないわよぐらい、今やもう菊池帝国ですから、ね、アイドルにはね、はい。